그러니까 話が長くなるんだけど、どっかから始めた方がいいかな。まあ、今年からプロになって、この、1月からプロになって、でもその1月になった時に、テニスのなんか ITF って言うんだけど、そのインターナショナルテニスフェデレーションで、なんかルールがいっぱい、新しいルールができて、で、いっぱい変わってきて、例えば、もうちょっと小さい、ローアーレベルの試合のドローサイズがちっちゃくなるっていうことになって、で、そのせいで私が、そのシングルスでいつも毎年出れた、試合が、その予選からでも出れなくなっちゃって、でもダブルス、私いつもダブルス上げがもうちょっと高いから、そういう時にダブルスしか出れなくて、で、それでダブルスで優勝とかしちゃって、して、で、それでダブルスランキングが上がってって、シングルスランキングが全然上がれなくて、で、まあ、今度 ITF と WTA があって、WTA は World Tennis Association で、そっちの方がもうちょっとでかい大会で、で、そっちの方がもうちょっと、オーガナイズがすごく良くて、例えば、ホテル代、は払わなくてよくて、ITF は全部ホテル代、フライト全部払わないといけなくて。で、まあ、考えたのは、まあ、ダブルズ、まあ、違う、ITF だと、最近 ITF で、まあ、シングルス入れるようになったんだけど、ITF になっちゃうと、ホテル代払わないといけないから、あんまり、お金が、エクスペンスが高いから、結構キャンセルアウトになって、イーブンになっちゃって、で、あんまりお金が、なんていうの、プロフィットにならなくて、で、そうなると、だんだんと、試合とか出れなくなっちゃうし、いろんなところに行って試合とかできないし、だから、もうちょっとお金、稼ぐために、今、WTA、もうちょっとエクスペンスがない WTA に行って、ダブルス出て、プライズマニーも高いし、で、そこでもうちょっとお金を貯めて、で、やっとそのお金でシングルスの試合に出れるために、集めたくて、今ちょっとダブルスしか出れないんだけど、もう本当にダブルスだけになっちゃうと、シングルスも出たいっていう気持ちが本当にすごくなってきて、もう本当にダブルスでもうちょっとお金貯めて、すぐシングルスに出たいって思ってる今。で、私が言われてたのは、そのランキング750番以内に入れば、その大会には出れるっていうことで、なんか言われてて、でも私その時に、なんていうの、その End of the Year Ranking、2018年の End of the Year Ranking が、私、どこまで行ったっけ？多分、500番台とかに入ってた、入ってた。で、
まあ、低い500だと580かとかでだったんだけど、それでも入れなくて、その小さい大会でも。で、そう、そのせいで、で、そして、まあ、日本に行って、シングルス出れて、それ小さい大会だったんだけど、出れて、いい成績になって、今、470位ぐらいになって、で、今のランキングだと、シングルスとか入れるんだけど、ただ今ちょっとお金が だんだんと その小さい大会回るとやっぱり、そうちょっと足りないから なんか、まあ、あんまり、まあ、プロになる前はそんなお金とか考えないでテニスだけ考えてやってたんだけど、やっぱり、テニスはすごくエクスペンシブなスポーツで、やっとなんか realize して、もうちょっとその覚悟を持って、本当に頑張らないといけないんですけど、そう。まあそうですね、なんかやっぱり、WTA もちょっとお金があるからスタッフとかいっぱいいて、でそしてすごくオーガナイゼーションもいいしで、まあ、全体的に結構やっぱり WTA の方が大会はすごくいいと思う。 ITF もいい時もあるけど、でもやっぱりそのところにもやる。どこだろう。なんか いっぱいあって。じゃあ、Dothan、アラバマ、結構すごく田舎で。どこにも行けなかった。あとは、そう、あとは、グアダラハラ、メキシコ。結構、まあ、いつも、まあ、人から言われて、危ない街だって言われて、だからあんまり、お父さんと一緒に行っても、夜に外に行かないとか、だから結構ホテル と、テニスの会場だけとかしか行けなくて、でもここスウェーデンも結構いい場所で、そうだな。あと、まあ、一番でも好きなのは日本かな。日本は結構、なんか日本は結構でもおじいさんおばあちゃんとかみんな親戚みんなそこにいるから、試合がない時にそこにいつも行って、で でそして一緒にまあスペンタイムするのが一番いいから。でもマイハワイ行った時にダイモンドヘッドのハイクして、それも綺麗で、本当岐阜に行った時に、日本で岐阜で行った時にお城見たかったんだけど、天気が悪くて行けなかったり、でも、遠征とか行く時に、例えば、外にとか、なんていうの、テニス以外の場所に行けないときには私が好きなのはなんかいろんな食べ物食べるのが好きだから、そこに行ってなんかそこの有名な食べ物とか、今日スウィーデッシュミートボールス食べてて、あとライガンベリージャムすごく美味しかった。
なんか、まあ 言われたんだけど、なんか IKEA みたいなんだけど、ホテルで作ったものだって言われた。そういうこととかも楽しめるって。私は、まあ、いた場所も覚えるんだけど、それ以上になんか食べ物が一番覚えちゃう感じ。イングランドに行った時に、なんかイングリッシュパイがなんかどっかで聞いたのな。なんかイングリッシュパイ、イングランドではパイを食べないといけない、like、savory、普通の、ディナーでパイ食べるっていうのを聞いてたから、一回レストランに行ってパイを頼んで、でパイ考えるとやっぱりパイクラストで来ると思ってたんだけど、でも全然それがなくて、なんかただディッシュに入ってたなんかマッシュポテトみたいで、その中にいろんな、これはフィッシュパイだったから、サーモンとか、なんか白い魚とか入ってて、結構美味しかった。そう、来て、あれ？これパイじゃないじゃんって。でも、これ合ってるっていう感じで、そう。で、食べたらすごく美味しかった。日がなくなっちゃった。ずっと今サンライズだったんだけど、今コンピューターつけました。日が暮れちゃった。 OK。